唐のふるさと村、迷い家をイメージした、迷いがの森の、迷いが境迷い家とは、東北、関東地方に伝わる、訪れた者に富をもたらすとされる山中の幻の家、あるいはその家を訪れた者についての伝承の名である。この伝承は、民族学者、柳楽尿が、現在の岩手県土淵村出身の佐々木貴前から、聞き書きした話を、唐の物語の、 六十三六十四で紹介したことにより、広く知られるところとなった。塔の物語によれば、迷い家とは、訪れた者に復帰を授ける不思議な家であり、訪れた者はその家から何か物品を持ち出して良い、ことになっている。しかし誰もがその恩恵に預かれるわけではなく、六十三は、無欲ゆえに富を授かった三浦家の妻の成功担となり、十四は、 欲を持った村人を案内したせいで富を授かれなかった若者の失敗談を描いている。また語源や表記については、迷いがとは、東野での故障であることが、東野物語及び佐々木禅の著作山奥の長者屋敷に記されている。これをもとに、現在の様々な文献では現代金遣いに、改めた、迷いがや当て字の、迷いやなどと表記されている。 迷いや伝承の筋は、柳が国尾の、塔の物語のテキストを元にしたものが多い。しかしその他にも、塔の物語の情報提供者である、佐々木貴前自身が綴ったテキストや、どちらにも取り上げられなかった地元の伝承など、細部の異なる話もまた存在している。現在よく知られるバリエーションは、塔の物語の、迷い屋である。これは、佐々木禅から聞き書きされたものであるが、 聞いたままの話ではなく、柳田により手を加えられた部分も少なからず、存在する。党の物語63小国の三浦坊というは村、一の金持ちなり。今より23代目の主人、まだ家は貧しくして、妻は少し黒どんな力。この妻ある日の前を流れる、小崎川に沿いして拭きを取りに入りしに、良き者、少なければ、次第に谷奥深く登りたり。 さて、ふと見れば立派なる黒木門の家あり。いぶかしけれど、門の中に入れてみるに、大なる庭にて、紅白の花一面に先、慶多く遊べり。その庭を、裏の方へ回れば、牛小屋ありて牛多くおり、馬車ありて馬多くいれども、一向に人はおらず。ついに玄関より上がりたるに、その次の間には首都黒との前腕がまた取り出したり。奥の座敷には、火鉢ありて、 鉄瓶の湯のたぎれるを見たり、されどもついに人影はなければ、もしは山男の家ではないかと急に恐ろしくなり、駆け出して家に帰りたり。このことを人に語れども見と思う者も,もなかりしが、またある日我が家の角に出のものを洗いしてありしに、川上より赤き湾一つ流れてきたり、あまり美しければ重火あげたれど、これを食器に用いたらば、汚しと人に叱られんかと思い、 けせねぎつの中に起きて、けせねを測る器となしたり。しかるにこの器にて測り始めてより、いつまで経ちても消せねつきず。家の者もこれを怪しみて、女に解いたるとき、初めて、川より重非常下しよしはか語りぬ。この家はこれより幸運に、好比、ついに今の三浦家となれり。とうのにては、山中の不思議なる家を、真与比がという。 真夜日ガに行き当たりたる者は、必ずその家のうちの重機家畜何にてもあれ持ち手での、奇べき者なり。その人に授けんがためにかかる家をばみするなり。女が無欲にて何者をも盗み木りしがゆえに、この湾自ら流れてきたりしなるべしといえり。六十四カナザ村は、白身のふもと、上平軍のうちにてもことに山奥にて、人の往来する者少なし。 六十七年前この村より土地内村の山崎、なるぼうかのが家に、娘の婿を取りたり、この、婿実家に遺憾として、山地に迷い、またこの迷ひがに行き当たりぬ。家のありさま、牛馬取りの大きこと、花の紅白に咲きたりしことなど、すべて前の話の通りなり、同じく玄関に入りしに、前腕を取り出したる村あり、座敷に、鉄瓶の湯たぎりて、 今まさに茶王人とするところのように見え、どこか、便所などのあたりに人が立ちてあるようにも思われたり、呆然として、後にはだんだん恐ろしくなり、引き返して、ついに小国の村里に出たり。小国にてはこの話を聞きて祈るとする者も中利氏が、山崎の方にては祖は、迷日がなるべし、生きて、前腕の類を持ち来たり長者にならんとて、婿殿を先に立ての人はまた、 これを求めに山の奥に入り、ここに門ありきというところにくれども、目にかかるものもなく虚しく帰り来たりぬ。その向こうも、ついに金持ちになりたりということを聞かず、遠野物語のほか佐々木禅が自ら綴ったものも、ある。彼は山奥の長者屋敷、隠れ里と題して二種の迷い屋を発表している。これらはどちらも、金沢村出身の若者を、 主人公にしていることから、遠の物語、64と同婚の話であると思われる。しかしこちらの方が、若者の人物像や、迷い家に至るまでの描写が克明に描かれている。山奥の長者屋敷、中学世界次には、やはり霧の花と関係ある隠れ里の話をしませう。金沢村の三弟だという若者が私の家の近所に、向こうに来ました。 それは四十五年前のことなのですが、この若者がどうも生まれつき少々怠りない方なので、私が村に一年ばかりいつで離縁され、今では同じ土淵町の中ですが、字が一所にまた入り婿しております。その男の物語つた話。己ら家は昔から狩人土筋であったのだから、己なども十四後の時から山さを行ってた。 祖父も親父も立派な鉄砲を持っていたのし、その鉄砲こそ、お前様に見せたいほどのものだ。己まだ、こちらさこねえ時、一人で、白宮さを行ったことがあったつけ。そうすると、彼の南向きのあるほらを遠くから眺めてみると、なんだが霞でもおからむように、美しい花子が先群が、つて見えるものだから、おかしく思って、それを目的に行ってみれば、そこは、なんともかんとも言われない。 酒張りとしたところで大きな岩が立つていて、その岩の小穴から綺麗な水が、言うていた。そしてその湯水のほとりに赤く塗りつた桶があったから、これは、これの辺に人の家でもあるべかなと思って、岩をめぐって少しばかり行ってみると、大きな黒い門がありますけ。おかしく思って、その門から行っていくと、赤い鶏がたくさん遊んでいたり、 片方の馬屋には、青馬だの栗毛だのの馬がいる。そして大きな構えへの家があるものだから玄関から植え、捨てみたが、人が誰もいるけぶりもない。紙片があまりに立派なものだから、家の中をあちらこちらを歩き巡るつてみますとな。赤いマウセンを敷いた座敷があって、そこには、東道の火鉢に火が起きて鉄瓶がかかって、湯がたぎつていたところもあれば、また客来様もあるものと見えて、 自前手腕が大勢前揃え並べられてある座敷もありますけ。己はあまり見ていて、その家の人たちになど見つけられたら盗人だべと思われ、べえと思って、どこかそのところを出発で庭下でると、前の鳥どもが驚いて、そこらを飛び歩くから、己は、門から出てここ闇と逃げてきました。そうすると、いつの間にか、いつも通りつてちつている、道のとこに、さでていましたつけ。 それから、火四つとあれは泥棒の住みかではないかと思ったから、追ってのかからねえうちにと一生懸命にそうせて、人里の硬さかんつて、そして家先てその話をすると、みんなは、何のことだそれは、迷いがと言うて、お前に運を授けるところだつたものを、なんたらお前はよくよく運のないやつだ。なぜそのところからワンかトリか馬か何人でもよい、一つもつ的なかつた。なんたらあったらことをした。 さあ、いまいち帰りこれからそのところに、不便と言われて、この旅は、家の人たち村人だの大勢で行って、そこを訪ね探してみたがどうしても見つからなかった。お前は、これの辺から、こうして、向こうのらを見たときその花群が見えたのか、なんてきさとおつたり、岩さ城をつたりして眺めてみても、もうそんな山もらも見えればこそ、みんなには何とぼけてけつかる。この小の話を間にしてきたわとって、 皆は、笑い不死、己もそう言われると夢見たような心持ちだった。あああ,あ、まに、己らいいおとしたが、その家のある霧の林には一面に、霧の花が咲いたり散つたりしていたつけと、その若者が言いました。ごく近頃に聞いた話です。隠れ里、長自宗士白宮山の、隠れ里のことは、塔の物語の中にも出ているが、あれとはまた別な話をしてみよう。 この山の東南の麓の金沢という村に某という若者があった。この男ある時山へ行くと、どの辺の谷の奥かであったか、とにかく未だかつて見たことも聞いたこともないほど大きな構えの館に行き当たりつた。その家の最寄りはまず大きな黒門があった。その門を行って行くと鶏が多くいた。それから少し行くと立派な旧車があって、その中には、 春馬が6匹も7匹もいた。裏の方に巡るつて見ると炉には火がド、ガドが燃えており、常居へ登るとそのところには、炭火が起こっている。茶の間には何かの古川が,があり、座敷には、修禅手腕が並べられて、その次の座敷には、金病風が立て回されて、東堂火鉢に、炭火が取られてあったが難所にも人一人居が勝つた。そうしてみて、降る。 空地に、なんとなく恐ろしくなって、その男は逃げ帰った。柳田、佐々木両者の書き記したものの他にも、迷いや伝承が、土淵町こと畑部落に存在することは、東野市出身の民族学者、菊池照夫が指摘している。彼によれば、東野から、白、宮間を目指す時には、土淵町こと畑がその入り口となるが、こと畑側の川上から、 巨大な霧の花や湾が流れてくるので、不思議に思った村人が川に沿って、奥山にいたり、迷いがを発見したという伝承が、ここにも残っているという。しかし、柳田や佐々木のような説話としての定罪を取った、詳細なテキストは残されていない。この、迷い屋には、多くの研究者が関心を寄せており、様々な論考が存在する。その中には、 迷い屋を語り継いできた伝承者の心情を主題にしているものがある。竹内利美はユートピアとしての隠れ里にて六十三を取り上げて孫洛民のユートピア感を論じている。彼は立派な門構え、紅白の花、豊富な家畜、首都黒の前腕という福禄円満な生活を模した情景を小楽度と称して評価した。この論考は宮田もユートピア思想に引用している。 曰く、同じ地平線のレベルにある迷いガのことを、いつしかそういう機会がひょんな時に訪れるのだろうと、信じさせてくれる、素朴な、ユートピア感であると論じた。こうした、迷いや伝承は、党の物語での発表以後、座敷わらしやおしらさまなどと並んで知名度を高め、研究論考の他に、実話怪談系の書籍やサイトに類話が紹介され、多くの創作作品でも、 モチーフとして利用されている。久保高カ1997、迷いや、女子高生が語る不思議な話、青森県文芸協会。ありがとうございます。